ここ秋田と輪島のふるさと石川県七尾市は荒ぶる日本海でつながっております。さあ、あのふるさとデビュー以来の夢でもあり希望でもあったロードウォリアーズとのテレビ初対決、怒涛の男輪島の出陣であります。さあ、秋田県立体育館からの実況生中継、満員盛況、大きな輪島コール。さあ、来るべき時が来ました。輪島、世界最強タッグチームと呼ばれるザ・ロードウォーリアーズにどう立ち向かっていくのか。あの物おじしない輪島がロードウォーリアーズと初対決を知らされた時には興奮で眠れなかったといいます。迫り来る恐怖、輪島よどう戦う、奮い立て輪島、実況席からも応援しているぞ。ロードウォーリアーズを乗り越えて再来週放送の武道館大会、世界チャンピオンのフレアに挑戦だ。今夜は馬場と指定コンビを結成であります輪島、豪華なガンを身にまといました。今馬場もゆっくりと入場、指定コンビ堂々の入場であります。試合に先立ちまして日本テレビ秋田放送並びに番組のスポンサーよりまず馬場そして輪島に豪華な花束が贈られました。さあ、いよいよロードウォリアーズの入場であります。腕をぶす輪島、花道の方を睨みつけております。さあ、世界最強タッグチームロードウォリアーズの入場、これが輪島の表情だ。人呼んで走る狂気、地獄の天使たち、速いぞ、すごいぞ、強いぞ。本シリーズも日本チームが5分前後で粉砕をされております。さあ、やるっきゃない輪島。さあ、リングに踊り組んでくるロードウォーリアーズ、それをグッと睨み据える輪島。さあ、やってきた、走り込んできたぞ。さあ、リングの中央にじり寄った輪島、ロードウォーリアーズもにじり寄る。視察戦で負けていない輪島、視察戦では負けていない、互角であります。逆に踏み込んでいこうとする輪島、これが世界最強タッグチームのザ・ロードウォーリアーズ。紹介されました今宵の生贄は馬場か輪島か。ロードウォーリアーズそして世界チャンピオンフレアーと対決だ。輪島、世界を極めること3回、世界のジャイアント馬場、指定コンビを結成いたしました。さあ、山田さん、テレビ初対決、どこまで輪島がロードウォリアーズに切り込んでいけるかですね。そうですね、ただ輪島選手というのは非常にね度胸があるんでね、はい、ウォリアーズを飲んでかかってるところもありますからね。ああ、そうですか、ね、気迫では全然負けてないですね。一歩二歩、ロードウォリアーズのアニマルの方ににじり寄っています。輪島、さあ、先発を買って出るか、胸を一つポンと叩いた、その横、師匠のジャイアント馬場であります。相手に不足はないぞ、元大津田の輪島、はい、ウォリアーズのようなタイプのね、選手というのは気持ちの上で負けちゃったらもうそれだけでおしまいですからね。なるほど、逆に飲んでいった方がいいと思いますよ、はい、さあ、大きな輪島コールだ。輪島コール一色に塗りつぶされました。秋田県立体育館、馬場はこれは輪島を落ち着け落ち着くということなんでしょうね。そうですね、はい、まあ後ろに馬場選手が控えてますからね。そうですね、輪島選手も今日は思い切ってぶち当たるでしょう。さあ、先発を買って出たぞ輪島、これが輪島の表情だ。どこからでも来い、俺流のやり方でやる、このように試合前言っていました。さあ、力で押し返す、ロードウォーリアーズ、腕を押しました、今組み合いました、もう一回押し返す、輪島であります。握りゆっくりと間合いを取る輪島、さあ、また組み合った、さあ、チョップだ、突っ張りだ、一つお返しをしました輪島。さあ、そして、あっと、おっと、いや、起き上がりましたね、起き上がりましたね。今の一発ね、結構きついんですよ。そうですね、まず初対決の挨拶代わりは輪島の先制攻撃、試
かしながらホークはまさに人間の山、肉の山、びくともしません。おっと手四つを四つ挑戦しましたね。体からには手表があるぞ。始まった。さあ腰がグッと入った。片膝をついた。しかし250キロをベンチプレスで上げるこのザ・ロード・ウォーリアーズ・アニマル・ホーク。あーちょっと劣勢ですね。山田さん回されてますね、はい、ここで頑張ってほしいんですがね。さあ和島コールが聞こえないか。さあもう一回反撃態勢だ。顔面真っ赤和島。さあ苦しそうな表情だ。あーっとしかしさすがに世界の最強タッグチームザ・ロード・ウォーリアーズのホーク、筋肉のお化け、動く筋肉博覧会、すごい筋肉だ。すごい筋肉ですよ、力が入ってますね。さあ和島もう一回行くぞ。和島歯を食いしばる。この表情、なんとしてもこの世界で生き残ってみせる、その執念が我々に感動を呼ぶんです。さあ続きなりふり構わず言ってますね、山田さん。そうです、それでいいと思いますよ、そうですね。もうあれからね逃れるにはね、おっと今度はラリアットですか。ラリアットですね。そうですね、左のラリアットを見せました。さあ後ろを見せた。危ない、バックドラップだ。多くのバックドラップ。ちょっと油断しました。そうでしたね。さあ自分のね、ラリアットが当たってね、ひょっとしたあの気の緩みがあったんですね。そうでしたね。とりあえずまずはエプロンに引っ込みます。和島、さあ師匠のジャイアント馬場が出てまいりました。和島は来週放送の郡山大会でロードウォーリアーズともう一度タッグ対決があります。さあ、あと馬場うまくかわした。脳天チャップ、そしてホークにも脳天チャップ。アニマルに重落の山田さん、身をもって教えてますね。そうですね。あっと、しかしアニマルが馬場選手の巨体135キロを持ち上げてボディスラム。この辺の攻防であります。ベテランとそして世界最強タッグチーム。おっと今度は川津がね、川津渡し、先週放送の上田大会で馬場選手が解説席で後頭部を狙ったらいいということを言ってましたかね。そうですね。さあチョップだ、今度は和島チョップだ。いい体勢で受け継いだぞ。おっとボディリフトか。おっとショルダー、シミットリーのバックブリーカーであります。背骨折りですね。とにかくいろんな技があります。さあ今度はボディスラム、リングの中央にはわされた。この一発は効いてますね。そうですね。さあ危ないぞ。カウント2まで追い込まれました。さあ来週放送の最終戦武道館決戦では世界タイトルマッチ、フレアに挑戦をいたします。この和島八つ、そしてジャンボ鶴田の、試合の結果によってはこの世界タイトルマッチになるわけであります。フレアへの挑戦。さあ和島赤コーナーだ。さあ馬場にタッチか。あっと馬場にタッチであります。今のね、チンロックとね、それから背骨折りの複合技でかなり苦しかったんですよ。苦しかったですね。やっとの思いでね、タッチですね、はい、ここのところこの馬場と和島のタッグを見てますと和島がちょっと苦しい体勢でタッチというのが目立ちますね。まあこれはね、はい、今のところ仕方がないですね。足を取りに行きましたジャイアント馬場。いや山田さん、馬場も必死ですよこれは。そうですよ、いやだからね、馬場選手は一生懸命ね、攻撃して、はい、和島選手にヒントを与えてるんですね。なるほどね。こう攻めろということですね、はい、足殺しというのも馬場の話していたテーマでしたね。そうです、はい、ウォリアーズに対しては足を殺すこと、それから後頭部を攻めること。なるほど。この2つですね。連携流れを止めるということにもなってくるんでしょう。さあ馬場の配当をよく見ている和島。さあラスト血となり肉となります。さあ今度はトーホールド。山田さん、これを試合前馬場選手にざっと教えられてましたね。これは一番ね、古典的な技でね、ステップオーバートーホールド、踏み込み足首固めです、ね、なるほど、まあ、この今シリーズ5分前後の試合が多かったんですが5分を超えました。指定コンビよく頑張っています。輪島よく頑張っています。さあザ・ロードウォーリアーズを捉えた。なんだ、あーゴールデンアンパンバー、ラリアット。さあホールだ。カバーの体勢、まだ早いか。スモータックルの体勢。さあ三段攻撃、山田さん見たいですね。カバーに行きました。カウント2です。今のカバーどうですか。いや今のカバーちょっと遅かったですね。そうですか、さあ今度はアニマルが出てまいりました。さあ今度は和島にお返した。フォークの分までお返した。とドロップキック、和島横転。さあこの後が怖いぞ。何を持っていくか。あ
フライングタックル、輪島のタックルもすごいが、このアニマルのタックルもすごい。さあさらに攻撃の手を緩めません。ロードウォーリアーズ、なんと厳しい攻撃だ。これは危ない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 、合体サッパー危ない、後頭部を完全にマットに打ってしまった。ババが出た、間に合った、危なかった、ラリアット切っちゃったんですね。しかしババも今アニマルのラリアットを組みました。さあもうリング上は無法状態、4者場外、4者場外であります。ババが完全にアニマルフォークに捕まっています。アニマルフォークに捕まっています。あっと、そしてフォークは今度は輪島を叩き潰しに行きました。さあリングに上がれ、リングに上がれ、輪島、輪島リングに上がれ。さあ苦しいぞ輪島、あの喧嘩を巻いてはみせな、そうだ、いった、輪島いった、輪島反撃、チョップだ、チョップだ、輪島反撃だ。さあロードウォーリアーズ、世界最強タッグチームを一人で相手する。思わず会場からもよくやった輪島という声が飛んでいますが、山田さんいかがでしたでしょう。いや最後のね、あの場外で見せた、あのパンチチョップ、これはなかなかねすごい気迫でしたね。そうですね、あのダウンしてた後ですからね、かなり症状的には苦しかったんですが、よく頑張りましたね。そうでしたね、これは山田さん自信に伝わりますね。そうですね、相当ね、あの、今打たれたところを抑えて苦しかったんですがね、まあこれだけやれればね、もう期待以上のものを見せたと思いますね。そうですね、正式採点が来ました。両者に見ると6分45秒。さあまだ収まらないのか、ザ・ロード・ウォリアーズ、おっと机を持ち出したぞ、フォークであります。いやいや、まあ、7分近く戦ったわけですからね。そうですよね、その中でも輪島選手がね、戦った時間が非常に長いですからね。そうでした、そうでした、これは大きな収穫でした。今シリーズ最長時間戦いました輪島と馬場、輪島とロード・ウォリアーズのテレビ初対決。輪島は来週放送の郡山大会でロード・ウォリアーズともう1回タッグで対決しますが、課題は山田さんズバリ、やはりね今日の試合から見てね、あの非常にラッシュが良かったですから、もうちょっとねラッシュをかける。それで1回あのピンホールの時ちょっと時間をね、ミスって遅かったんですね。あれはあの、もうちょっと早めに仕掛けてればよかったと思います、さあこの合体殺法、これを食うのは初体験です。これはきついですね。きついですね、もう普通ならこれで完全にピンホールされてますがね、しかしこれが明日の血となり肉となっていくことでしょう。そして再来週放送の最終戦武道館決戦では、いよいよフレアに胸を借りることになります。世界へ